option. So I'd be cautious. I hope that you're watching.はい、どうも、あくまです。今日はトレーニングウェアについて解説していきたいと思います。そこで、今回は特別ゲストのまさやんチャンネルさんにお越しいただきました。こんにちは、まさやんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はまさやさんの1週間のジムのコーディネート、コーデを一緒に見ていきましょうという。だいたい今、下スキニーパンツに、上は某有名なフィットネスウェアっていう方が多いと思うんですけども、まあ、バリエーションとして、まあ、それ以外のものもまさやさんからちょっと教えてもらえるんじゃないかと思いますので、はい、ちょっと参考になるかなと思いますので一緒に見ていきましょう。見ていきましょう、はい、これコーディネートのポイントはどの？コーディネートのポイントはめちゃくちゃゆったり系のちょっとストリートスタイルの、ファッションのコーディネートになってます。今着てるオーバーサイズのバンキッシュフィットネス、これは結構有名なフィットネスブランドに、下がナイキのジョーダンと、パリ・サンジェルマンのちょっとコラボの、まあ、テロテロのちょっとダボっとしたスタイルのパンツになっていて、まあ、ワークアウトに、はい、向いてるやつですね。で足元も、ジョーダンと PSG のコラボのエアジョーダン6を履いて、まあ、下はしっかりと毛糸を合わせて、まあ、白黒なので、足元ちょっとこの赤とか入ってる感じのポイントで合わせてみましたという感じです。結構じゃあ下2つはレアアイテムですね。下2つはあのもう絶対買えないアイテム絶対買えないでもまあ同じようなあのコーディネートだったら買えると思うんで、うん、そう普段着により近い感じで、まあ、トレーニングしたいなっていう時にこういう感じのファッションをしてます。2日目ということで、これはもう王道のナイキスタイル、もう全身ナイキで、まあ、黒で統一して、で 足元も黒くなると多分こう真っ黒族みたいになっちゃうんで、足元はちょっと紫っぽいスニーカーで外してます。うん、これ何のスニーカーなんですか？スニーカーはあのアンダーカバーとナイキの、コラボしたスニーカーで、これは多分まだ買えるんじゃないかなと思うんですけど、結構ごつめなので、上も下も結構こうタイトめな作りだけど、まあ、下はちょっとごつくすることでちょっと男らしさというか不骨さを出している感じですね。全部がこうシュッとなりすぎずに、なりすぎずにちょっとポイントは靴に絞ってるっていう感じですね。そう調々で入ってます。3日目、はい、上のアパレルブランド初めて見たんですけど、上はこれはあの中東のブランドでフィットネスブランドなんですけど、スクワットウルフっていうところの、はい、とても質がいい、あとデザインもシンプルでかっこいいブランドの。これ普通に日本からでも、日本でも買えます。これ下は何ですか？下はこうシャカシャカのナイロンのパンツで、ブランドキースっていう、あの渋谷の宮下パークに今店舗がある、最近日本上陸したところなんですけど、まあ、上陸する前からこうアメリカから直輸入で仕入れてたやつで、これもちょっとレアなんで買うことは残念ながらちょっとできないと。ああそうなんですね。パンツですまさやさんが一番好きなあれですよね。そうですね、一番好きなニューヨークの、まあ、ストリートスタイルのブランドです。靴はこれナイキの、SB ダンクなので、ちょっとスケボー用なんですけど、あのハイカットになってるやつですね。で今までのファッション同様に足元は結構やっぱ重ためにしてる感じでいつもトレーニングしてます。はい、じゃあ4日目ですね。はい、これは上はさっきと同じですね。さっきと完全に一緒です。下がこれはさっき紹介したキースの、ハーフパンツですね。ちょっとボクサーっぽい感じで、まあ、ダボっとしたやつで、ちょっと膝丈なので、ハイソックスで合わせてます。ちょっとこれで多分くるぶしとか履いちゃうとなんか少年夏休みの少年感が出ちゃうからそれが恥ずかしいので、まあ、色系統が合ってる、赤が入ってるソックスを、はい、この時履いてます。ラスト5日目ですね。これはもう見た感じからあのバスケスタイルっていう感じで、あの上下はスクワットウルフの、まあ、バスケットシリーズの、タンクトップとハーフパンツを履いてます。で足元は、湘北高校のルカワ君が履いていたエアジョーダン5の復刻版を、はい、履いても赤白で基本統一するっていう感じのスタイルです。王道にかっこいいですね。やっぱりやっぱバスケっぽいのは赤白が、はい、
一番かっこよく見えるっていう感じで。なんかバスケのゲームシャツみたいのって結構筋トレの服にも使えていいですよね。うん、そう。ただなんかブルズのとか着ちゃうとこってこてのこうバスケ感ストリート感が出ちゃうんでまあちょっと似通ったような感じで使ってる人のやつを着てます。はい、いかがだったでしょうか。1週間のマサヤさんの1週間コーデコーディネート、まあ、週に5日間ジムに行くとしてなんで5コーデなんですけども、最後にちょっとポイント、はいはい、全体的な全体的なあのジムファッションのポイントを、ジムファッションのポイント、ポイントはまあ2つあって、1つはあんまり人と被りたくないっていうのと、うん、もう1つはまあいつもの自分らしいファッションでジムに行きたいっていうのがあります。で、あの人と被りたくないっていうのはやっぱりあのスニーカーとかもそうなんですけど、まあ、アパレルが好きっていうのもあって、よく街中で見かけるものっていうよりは、まあ、自分のこだわりのブランドとかを着ることであの筋トレ中のモチベーションも上がるかなということで、うん、そういうブランドをチョイスしてます。一つの自分の普段のファッションに近づけるっていうのはやっぱり筋トレするときに限ってなんかファッションに こだわりなくすみたいなパターンがすごい嫌なので、少しコストかけてでもやっぱりあの普段自分が着てるこのストリート系のファッションに近づけるような、スタイルを、頑張っていろいろ探してチョイスしてコーデしてます。じゃあちょっとこう人と被りたくない人はマサヤさんのコーディネートをちょっと真似してみてくださいあの、まあ、マサヤさんとは被っちゃうかもしれないですけどではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。